それでは続きまして、これもコミケならではなんではないでしょうか。なんと外国人の皆さん、ワンピース合わせをされてます。じゃーん、こんにちは。こんにちは。日本語がペラペラですね。お上手ですね。皆さんどちらの国からいらっしゃったんですか？アメリカ。お、はい、アメリカです。そうなんだ。日本のコミケは初めてですか？いや、お、初めて。ファーストタイム。3回目。3回目、はい、5回目ぐらい。おっとおっと、立派なオタクです。コミケどうですか？楽しいですか？楽しい。お、いいですね。初めて来てすごいいっぱい人がいるじゃないですか。どうですか？あ、大丈夫です。楽しいか。楽しい、うん、いいですね、いいですね。では、お名前とキャラクター名をお願いします。はい、私はアリサ・ルフィです。ルフィ、イエーイ。はい、そしてお隣は、はい、ケイティです。ナミ役。はい、ナミさん。はい、そしてお隣行きましょう。はい、マイクです。俺はゾロ。ゾロ。ゾロ、これもしかしてウィッグじゃない？じゃない。うわお、染めちゃった。うわ、すごい綺麗。ナミも。え、ナミも。はい、私も地毛。これも地毛なの？はい、すごい。これはカツラです。あれ、一番地毛でなんとかなりそうなのに。なるほど、地毛です。地毛ですよ。ちょっと貴重ですね。はい、綺麗に染まってます。これ美容院でやったの？ヘアサロン？うん。え、何？自分でやった。何で？普通に買える、あのヘアカラー。ヘアカラーでグリーンに。気合い入ってますよ。ではでは、なんかどこにこだわったかとかちょっと聞いていきましょうかね。これは全部手作りですか？半分ぐらい。半分ぐらい、うん、コートが。あー、コートが。この辺とかね、この全部テープ自分で選んで作ったんですね。はい、レースついてます。はい、はい、ちょっとゴージャス感が出てます。はい、でもちゃんとルフィらしく B さんです。ちょっと寒いけど。寒いね、冬だからね。はい、でもアメリカの皆さんって結構半袖で冬過ごしたりするでしょう。うん、私はそんなに強くない。あ、そっか、人によるのか。はい、ではナミさん。ナミさんはどこにこだわってますか？これ服は全部買っちゃいましたけど、作ったのはこれです。あ、すごい。あ、これガシャポンのやつとかかな。はい。お、ノリがちょっと出ちゃってるけど、まあ、あれをあんまり見ないでください。ちゃんと見える。見えますよ。よかった。はい、このタトゥーもちゃんとね、書いて貼ってるんだ、はい、いいですね。ナミ大事なポイントですからね、うん。はい、そしてゾロは、はい、これはちゃんと買ったお洋服かな、綺麗に着こなして。はい、はい、はい、これお だけゾロの、いやー、これがあるとなんかね、ゾロらしい、かっこいいですね、うん。はい、それでは、コミケ、ハバナイスタイムです。楽しんでください。はい、はい。